はい、こんにちは、アサイです。今回は、ブリーチコラボの詳細が発表されたので、その内容っていうのを見ていこうかなというふうに思います。3月30日月曜日から開始ということで、待ってた人多いんじゃないですかね。すごい優秀なキャラたくさんいるんでね、僕も結構楽しみにしてました。ということで、新キャラもね、追加されて、新しい進化とかもいろいろ追加されてるということで、どれ見ようかな。もうこの辺見ちゃおうか。まあ、新キャラの詳細から見ましょうか。これが、読めない このブリーチね、俺途中まで読んだんだけど、なんか飽きちゃったんだよね。それで30巻ぐらいまで読んだところで多分やめちゃったのかな。だからあんまり知らないキャラとかもいるんだけど、はい、ということで新キャラがこれが星6ですね。悪魔神の光器、覚醒がバインドスキム3つ、封印指プラス7コン、悪魔キラーということで、で今回さらにボイスが追加されてるという感じですね。スキルの方が、一旦悪魔タイプ 1.5 倍、バインド覚醒無効5ターン、回復が5ターンで打てる。強いな。まあこういうなんかちょっとしたエンハンスっていうのがね、最近よく敵がやってくるデバフを打ち消すっていう効果があるんで、まあこういう、スキルがね、今後押されていくのかなっていう気もしますね。リーダースキルの方が、光の全パラ 1.5 倍、指3秒、延長4色で12倍、5色で2コンボ加算ということで、何倍 ?18 倍出ますよと。超覚醒が無効貫通と7コンボとお邪魔耐性プラスですね。で、究極進化もしますよ。悪魔神、この辺はないのかな。覚醒がバインドスキル3つ、封印指プラ、無効貫通2個7コンボって感じですね。スキルは一緒で、リーダースキルが悪魔タイプ全パラ2倍、7コンボで軽減の 7.5 倍ということで15倍出ますよと。あれ強いな。ていうか、なんか、闇メタがすげえかわいそうに感じたよ。と思わないかな、みんな。はい。超学生とも覚醒がすごい噛み合ってていいなというふうに思います。こいつは強いんじゃないかな。もうなんかシンプルに強キャラって感じだね。だって全パラの軽減持ちだからね、絶対強いもんね。はい。で、今回アシスト進化もしますよと。L 字と、毒蜜ですね。スキルの方が3ターン、悪魔タイプ3倍のバインド覚醒無効全回復。まあ、これらのスキルの上位互換みたいな感じですね。はい、これが星6の新キャラ。次、星5の新キャラですね。猿、柿、日和でいいのかな。バインド、スキブ、封印、指、無効貫通、7コンボ。これもなんかすごい整ってて強そうですね。スキルの方が、一旦回復が0になり、ランダムで1機が4つ生成。これが3ターンと非常に短い単数で打てますよと。で、リーダースキルが、ドロップを3つ以上で、3つ以下で消せないが、火と木の攻撃が5倍、火木の同時攻撃で軽減の4倍の3コンボ加算ということで、20倍出ますよと。うん、なるほど。非常に火力に尖っている性能ですね。超覚醒の方が無効貫通、指プラス、キブプラスという感じです。こいつは分岐とかないのかな。はい。で、まあ、この辺は既存のキャラなんで、こっちの方で見ましょうか。進化能力調整の詳細。まあ、これはみんなね、気になってると思います。これは新キャラの休業進化の詳細で、これさっき見たから飛ばす。で、こっからですね。アイゼンが、これ転生進化ですね。さ、もうコラボキャラの転生進化を惜しまなくなってきたよね。って感じですね。はい。まあ、進化が追加されるのはいいと思うんだけど、まあ、複数確保しなきゃいけなくなるとか、戻せないっていうところでね、まあ、ちょっと不満があるんだけども、どうなのかなっていう感じですね。はい。で、武器進化もしますよと。で、既存の星6のキャラクターも全部武器になりますよという感じですね。はい。で、これ、究極進化のアイゼンですね。神悪魔で、スキルが、ランダムに水ドロップ9個生成、一旦2コンボ加算。なるほど。これ何ターンで出てんの？見えねえな。これは、こっちで見るか。なんかめんどくさいな。あそこに書いてくれればいいのにね。どれだ？アイゼン、どれ？アイゼン。あ、アイゼン。あ、これか。これですね。12ターンの。まあ、ちょっと重いっすね。まあ、2コンボ傘もついてるから、そんなもんでしょうね。リーダースキルが、水属性の攻撃6倍、水の3コンボで固定100万ダメージの5コンボで軽減の 3.5 倍ということで、何倍？ 21 倍か。軽減持ちは HP とか回復の倍率がないから、本当に攻撃専門って感じですね。まあ、でも倍率はめちゃくちゃ出ますよっていう感じかな。うん、いいんじゃないでしょうか。転生進化の詳細だけちょっとこっちで見るか。あ、でもこいつだけか、新キャラは。じゃあ、戻ろう。すいません、なんか行ったり来たりして申し訳ない。で、こちらが武器の方ですね。スキルの方が、光、回復、お邪魔、毒を水に変化して、一旦3コンボ加算。まあ、こういう感じですね。
で、覚醒が、スキブ指、HP80% 効果。強いですね。なるほど。あ、こっちの覚醒見てなかったな。マインドスキブプラス、指プラス、封印、無効化と7コモ、7コモ、神キラー。まあ、なんかシンプルで強キャラって感じだな。超覚醒はこんな感じと。で、これが黒崎一護の武器ですね。スキルが2ターン無効化の2ターン回復3倍。で、覚醒の方が回復トロキョウのグラスは3つという感じですね。で、これが、ルキアですね。消せないドロップ全回復の全ドロップロック解除して水、光、闇に変化。ん?攻撃強化4つ?バインドの攻撃強化4つか。なるほど。なんかちょっと、どうなんだろうな。使いにくいな。まあいいや。で、これが、なんだっけ。名前が出てこないな。あのおじいちゃんですね。4ターン属性吸収無効化。使う機会あるか。4ターン属性吸収無効化しないとダメなシーンってあるのかな。まあ、探せばあるかもしれないね。で、4ターン火が 1.5 倍と。で、コンボドロップとお邪魔の3つっていう感じですね。スキルの内容が調整されますよ。黒崎一護、これが給与進化のやつかな。普通の進化のやつかな。何が変わった?あ、闇属性エンハンスも追加されたと。闇属性の攻撃力とドロップ操作時間が 1.5 倍という感じですね。ルキアの方が、水の泥鏡が増えた。織姫が炭素が縮んだ。この辺は炭素縮んだのかな。お、チャドさんも縮んだのか。これすげえな。これ結構でかいんじゃないかな。強いんだよね、相変わらず。はい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 。ケンパチさんが闇ドロップを強化、消せないドロップを5ターン回復が追加されたと。で、これが、別の分岐の黒崎一護ですね。エンハンス部分が2ターンになったんですね。あ、源流祭だ。思い出した。源流祭、しげくみだね。スキルが2ターン縮みましたよ。で、アイゼンの究極前、てか進化後かな、進化後の方が、スキルが1ターン縮みましたよ。ウルキオラが、エンハンスの効果が上がりましたよって感じですね。はい、リーダースキルもいろいろ変わってますけども、まあ、星5、元星4に関しては、まあ、スルーでいいかな。そんなに強いキャラはいなそうな感じがする。見逃したらごめんね。この辺から見ましょうか。キスケ。進化後の方見ましょうか。貴族性の攻撃回復が4倍、お邪魔を3個以上つなげると4倍の打ち込む加算ということで、16倍出ますよと。まあ、自身のスキルを使わなければ16倍確定で出るっていう感じで、まあ、結構なんか便利そうな、リーダースキルですね。次、ひつがや、これもね、めちゃくちゃ欲しい人いたんじゃないですかね。水全般 1.5 倍の水の攻撃をつなげると8倍の自己も加算ということで12倍出ますよと。ランギクはいいかな。ケンパチさん一応見ようか。闇を6個つなげると13倍の固定1ダメージ。闇属性以外の敵から受けるダメージを軽減という感じですね。もともと3倍しか出なかったのか。大躍進だね。黒崎一護の方が、闇属性、落ち込んなしで闇属性の HP 攻撃が2倍、闇を6個つなげると、8倍の2コンボ加算ということで16倍出ますよと。あ、これ強いな。こいつすげえ使い道ありそうだな。落ち込んなしでしかもコンボ増えて、なんか周回でめちゃくちゃ活躍しそう。あ、これいいな。ちょっとこれは作っといた方がいいかもしれないですね。で、こっちが多色バージョンのやつですね。4色括弧3色プラス回復、以上同時攻撃で攻撃が上昇最大20倍。もともと4倍から20倍になったんだな。これがなんかもう何年このコラボをやってなかったっていう証明になるよね。スキル使用時回復が 2.5 倍の闇属性の HP が2倍。あ、ちゃんと全般の補正がかかった上で20倍出るのか。これもすごい強い感じがしますね。次、ルキアですね。水属性の攻撃回復が3倍、5コンボで4倍、水の2コンボで2倍。何倍?24倍か。倍率はめちゃくちゃ高いな。ただ HP 倍率と軽減がないから、まあ、ちょっとそこの耐久力不安だけども、まあ、組み合わせによってはすごい活躍しそうですね。うん、なるほど。いいんじゃないかな。てか、これあれか。そうか。さっきの、このアイゼンと組み合わせて使えるってことなのかな。まあ、これでも結局あれだな。HP 倍率がないから厳しいかな。まあちょっと相方、誰かちょっと今パッとわかんないけども。まあ、可能性はすごい秘めてる感じがしますね。はい、しげくにさんの方が、火の攻撃が10倍、火を6個つなげると軽減の2倍ということで20倍出ますよと、非常にシンプルですね。で、アイゼンの方が、闇の攻撃が6倍、水属性の HP と回復が2倍、闇の5個十字消し1個につき、コイルが2倍ということで、攻撃倍率は変わってないけども、HP が2倍になったんですね。耐久力がめちゃくちゃ上がりましたよっていう感じかな。あとはなんか面白そうなのあるかな。
グリムジョーとかもね、まあまあぼちぼちって感じですね。で、覚醒の内容も調整されますよと。なるほど。進化後が2体攻撃がいっぱい増えて、ホロー化したやつが、キラーとガードブレイクがついた。ルキアが、ん？こいつ究極進化あったよな。究極前で一応こういうキラーがついたっていうことかな。なるほど。神キラー、体力キラー、指指と。で、織姫もなんかちょっと増えた。石田、なんだっけ、こいつ、ウリュウだっけ。が、キラーとかが増えた。で、チャドさんが好き。マジか。強キャラだな、シンプルに。スキウミッツ、まあでもスキウミッツって、まあ今の環境だとそんなに珍しくもないからね。もうチャド一強みたいな感じではないけども、まあでも便利なキャラには間違いないんでね、いいと思います。ヨイチさんが、50倍以下強化がついたと。で、キスケさんが、あ、クレアミがプラスになったんですね。で、あと列が増えてるって感じかな。質ガヤの方が毒が、プラスになったと。水属性の毒耐性もいっぱいあるからね。ちょっと他にして欲しかったなという気持ちもあるけど、まあもともと毒持ってたからね、いいでしょう。ランギクさんがバランスキラー2個と神キラーと、スキルがついた。ケンパチさんがお邪魔耐性になったんですね。はいはいはい。この辺はなんだ？あ、ダンジョンドロップかな。なるほどね。あ、操作負荷耐性とかあるじゃん。いいんじゃないかな。あと、あ、これが、救護進化の黒崎一護。これが無効貫通になったのかな。スキブがち、あ、列も増えてるね。列が1個増えて、で、無効貫通がついたっていう感じですかね。で、ホロー化した黒崎一護の方が、スキブ増えて、指も増えて、いや、指は増えてない。縮んだのか。で、神キラーが1個増えたんですね。うん、これでかいんじゃないかな。で、これが究極後のルキアですね。指が増えた、封印は変わってない、スキブ音も変わってない、2体攻撃1個のナコンボが増えたっていう感じですかね。はい。で、しげくにさんが、進化前がコンボドロップ2個か。なるほど。まあ、なかなか使わないかな。で、進化後の方が無効化って2個になったって感じですね。アイゼンの方が、なんかいろいろ変わってる。バインドが縮んで、スキブは増えてない、指も増えてない、追い打ちと、神キラーがついたってことかな。なるほど、いいんじゃないかな。ウルキオーラ、ドロキオいっぱい、グリムジョー、神キラー2個か。まあ、なかなか素で使わないからね、このキャラクターは。はいはいはい。今回は限界突破と超覚醒にも対応しますよと。なんかバインド耐性持ってないキャラがすげえ多いんだよな。なるほどね。黒崎一護、無効貫通、操作負荷、スキルマジかお前。え？スキブ5じゃん。やばくねこいつ。ぶっ壊れじゃん。やべえな。チャドさん来てるね。いや俺そういう調整は大好きだよ。マジか。まあ俺チャド多分いっぱいあるからまあ引かないと思うけども、いやーこれちょっとテンション上がるね。うん、いいんじゃないかな。あとはなんかあるかな。あ、キスケにお邪魔の目覚めか。面白いね。津賀屋に今80倍以上強化とかがついてる。ランギク。あとは特にないかな。この黒崎一護もね、あ、スキブとか無効貫通すごい優秀ですね。なるほどね。なるほど。あ、原理者のスキブとかもすごい周回に影響しそう。毒以外にしてよ。水属性はもういいんだってそこは。まあ、こいつ実質闇属性だけどね。あと、あ、グリムジョーのスキブもこれでかいな。なんかいいな、結構。その星5とかにすごいスポットが当たってていいコラボですね。なるほど。で、あとパラメータがまあこんな感じで上がってるっていう感じですね。はい。そうだな。調整内容としてはすごくいいなというふうには思っています。ただやっぱり、そうだな。そのコラボの転生進化だけはちょっとやめてほしいなっていう気持ちがあるからね。もう 100% 最高っていうのはちょっと言いにくいんだけども、まあいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、よかったらね、あ、ちょっと待ってよ。一応その、配布キャラっていうか、交換所で手に入るやつも確認しておかないとね。どれだ？あ、これですね。山田花太郎でいいのかな。バインドバインドスキブ封印 LG、回復 LG、チーム HP2 個、HP じゃない、回復か、チーム回復2個と操作負荷と。スキルが2ターン HP 全開、ちょっと新しいね。リーダースキルはまあいいかな。はい。
で、今回は、全部ちゃんと交換ができます。よかったね。はい、ということでね、皆さんの感想っていうのもよかったら聞かせてください。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。まず次の動画でお会いしましょう。バイバイ。